っくりしてってね。パイロット3人で人の崩して、協調無双する第28話の1ターンクリア、始まるよ。前回と同様、主人公ミーナがほぼ一人で戦います。ピンクの協調の初陣であり、無双させます。前々話がパイロット2人に対し、本話の人のクズ6は3人で、ミーナ以外で生き残るのは1人。再々そう予告通り、本話でアムロを初のルブ100にします。人のクズ手加減で今後、前回よりも人のクズを極めます。スパロボアンソロジーで手加減を追うとそう簡単には殺さないでたっぷり死の恐怖を味わいな、の、ようなもの、と解釈してましたが、そういうことを、本話からほぼ毎回繰り返します。出撃18機で肉要員は赤14機、戦闘要員はほぼ青1機、育成要員3機のうち2機は肉にされて生き残るのは1機だけです。まず前話でダブルになったエマ姉さんで金魂を拾って、激励3回。ミーナを記憶150にしたいですが、レッシーがダブルでないので工夫します。プローラーに入れ替えて、さやかで再動。アムロは記憶130でいいのでビルバインの上に移動して、ジャムで再動します。レッシーとリリスでミーナ記憶150にできたので、加速2回でヒュッケバインなでしこの初戦闘行きます。本話は激怒不要。無改造ロシセイバーで撃墜敷いていくよ。敷いていくよと言ったのに、ウィングキャリバー変形、ミスマーベル覚醒、ついてに1機落とさせるので熱血。ジャム2度目の再動でミーナの行動回数を1増やせました。加速で毒空が3間撃墜可の6、24に移動、待機、あとはミーナにお任せ、後で肉にするため、ミスマーベル撤退。覚醒4回使用6回行動可の攻撃金魂を拾わせて待機。一人乗りスーパーロボに鎧パーツをつけて、合体ロボ3機を下の方に出撃させ、後で分離を、整列しやすくする工夫をしました。ブライトを落とさないよう激励3回で止めてます。初の人のクズ手加減いきます。やあ。前回しなかった合体ロボ3機分離前も含め、削りで総合計経験値は529も増加しました。アムロルブ24より技量が上のバンジョールブ24とクワトロルブ25、同じエマルブ52を落としてルブ59ダブル。2回目後にステータスを見ます。本話はブンドル艦を落とせばクリアかで、カットナル艦、ケルナブール艦は放置でかですが、本話のみ登場なので2機とも落とします。射程外なのでケルナブール艦は HPP 撃墜。カットナル艦とブンドル艦は HEP 反撃で落とせるので削りで OK。アムロは前回本話でルブ95止まりでしたが、今回1回目削りで529稼いだので、他2名を同様にルブ上げしてもルブ100か、最低ルブ33にすれば2回目かですが、経験値上限の関係でルブ51次のルブまであと233以上にしないと、2回目でルブ100にできません。ルブ81まで経験値500、その後1000でルブアップして、ルブ99で自動的にルブ100です。協調に補給でアム用済み。レッシーを第31話でルブ100化にするため、肉にします。じゃかーしネイルアーガマは幸運撃墜しても獲得資金上限で赤字になりやすいので、少数のユニットと幸運撃墜したいです。本話は6枠開ければコンブイ分離化。覚醒口で下を塞いで、タンクを左の陸に出させます。残り HP が、バトル、クラッシャー、マリンが3、タンクが4、クラフトが2になってます。合体ロボと分離機の HP とエネの規則性は未調査です。分離機は幸運不使用でも赤字が少ない。ハサウェイ1回目行きます。やっちゃいけなかったんだよ。直線上にダブルデータアムロルブ59がいますが、命中率0%。
これで9枠空いたので、ザンボとダンクが分離化になります。ザン HP はザンボは3機とも7、イーグル5、クーガーとライガー6、モス7です。分離機は経験値少なめで調整しやすいです。交互回目の行動で登録末尾にして、ハサウェイ2回目行きます。僕にだって、ちゃんとできるはずだ。映画先行のハサウェイ大ヒット。第4次では彼の能力は低めですが、本プレイでは今後大活躍です。覚醒4重視結成でゲームバランスは吹き飛びました。ハサウェイなしでもアムロルブ100か。こう脅かして、メッシーに食わせます。覚悟。今回アムと人のクズを入れ替えたのでルブ47止まりですが、第31話でお見せするルブ100での能力はベスト10に入り、ミーナと同等の除血です。リリスもルブ100間近。アムロ2回目は高盾防御ルブ3発動でも全撃墜 100%。アムロ、行きます。本話の肉戦争を勝ち抜いたアムロは、地は行こう、弱者に食われます。強者を食って強者になると、次の弱者に食われる、強肉弱食弱食物連鎖が人のクズの起きて、ルブ100になるとステータス画面がバグりますが、問題なし。能力値が高くても覚醒がなければ戦力外。1EP はミーナと飛べない強調にお任せ。ブンドル感だけではなくカットなる感も落としました。ヒュッケバインは空から隣接攻撃されると強力な武器で反撃できません。空を飛べないことが弱点です。マジンガーシリーズは空を飛ぶことをめぐる戦いを一貫して描いてます。巨大ロボ高級の課題と言えますが、逆に言えばそれを捨てたからこれほどの性能があるのでしょう。クイーンマンサはロシセイバー CT で落とせないので回避。ギルギルで隣接攻撃が終わってからが、飛べない強調の本領発揮。巨大ロボットものの歴史は、空を飛べるか、飛べないか、自我を持つか、操縦なら遠隔か、登場か、リアルかスーパーか、あらゆることを模索してますね。くたばれ。甘いわね。よくもやったわね。しまった。ガンダムのモビルスーツは強化服パワードスーツアンでしたが、スポンサーの反対で巨大ロボものになったそうです。巨大ロボか強化服か区別しにくい作品は多いですね。スーパー戦隊シリーズでは両方出てますけど、巨大ロボものが行き詰まってた昭和の末期にファンタジー系強化服的な鎧ものが模索されましたが、女性層に大人気だけど、玩具売り上げが不振の傾向があって定着しきれませんでした。平成になると勇者シリーズやリアルロボ復権で巨大ロボものが復調しました。やらせん。当たりはしない。許さないから。くっ、散り際もまた美しい。三冠部は本話が最後。クリア後、交渉軍登録。修理ユニット数は第26話の23機を超える25機となり、記録更新しました。前期幸運撃墜に及びませんが、前回より資金黒字を5100増やせました。アストナージさん、いつもすいません。本話でアムロ初ルブ100。最終話までに全員ルブ100を目指すことが第二目標です。ご視聴ありがとうございました。この動画は